僕の大好きなカレーライスだ。おそ松、僕の牛乳持ってったろ。トトコちゃん、給食当番だろ。僕たちの牛乳は。でも、一本だけちょうだい。ダメだ、六本全部返せ。困ったな、なんとかしなくちゃ。カバン置いたらみんなでチビタを探しに行こうぜ。チビタくんに会わなかった。チビタに？チビタがどうかしたの？学校での仕返しに来たんだよ。きっとそうだよ。タオルだけじゃないよ。学校で僕たちの牛乳を盗もうとしたん。ベタのやつもう許さないぞ。知らんふりはないざんす。うわ一本ちょ。ありがとうさ。ちくわで勘弁してほしいダンス。どこ行くダンス？60円いただけます。だあダメ、じゃ冗談じゃないダンス。じゃあ小さい方でいいや。ここはみんな赤ん坊のおもちゃダンス。じゃあ待って、全部で900円だよ。3円負けてちょ。変ダンス、おでんより赤ん坊のおもちゃを欲しがるなんて。スケベな映画でも見て帰ら。これに、探してみるだし。あんなに慌ててどこ行くつもりざんす？ベイビー。はいはいはい、今ママあげ待ちからね。あ、そっかそっか、おしっこしたんだな。今ママが新しいでちゅ、いいでちゅ、元気がいい方がママはアンチンでちゅ。からくはなんとかして飲ましてあげ待ちからね。よちよち、あ、そうだ、お利口ちゃんでちゅね。かわいい坊やを公園に置いていくなんて。赤ん坊捨てちゃいけないだ。ガセルダンス。今日僕たちの給食の牛乳を盗もうとしたんだ。あー、チビタならこっちへ歩いて行ったダンス。ありがとう。チビタにミルクを買ってあげるだけの余裕はないダンスか。エヴァよー、ヘロデヴァよーか。かわいそうに、お腹空かして眠っちゃったのか。これでどうやってミルクを買えって言うんだ。あー、いやざんすね、赤ん坊の声ってキン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 。あ、イヤミ、忘れ物。イヤミのやつ、いいものを忘れて。忘れ物ダンス。まずい。可愛くないガキダンスね。イヤミ、この赤ちゃん飲んじゃったら仕方ないダンス。忘れ物しただ。でも一度使ったものはプレゼントできないじゃん。憎ったらしい顔してるざんすね。親の顔が見たいじゃん。これは赤ちゃんの乗る、そして嫌味のやつわざと。あんたが捨て子の母親ですか？申し訳ありません。なあ、連絡を受けてから赤ちゃんを置いたあたりは全部探してみたですが、どこに。まあ一応本所と連絡を取ってみるだし。でもね、おまわりさんに捜索願いが出ているとなると面倒なことになるんざんす。あのざんすね、赤ん坊を育てる犬や猫を育てるのとはわけが違うんざんす。辛くったってこの子は僕が働いて立派に育ててみせる。あの洗濯物は行ってみようぜ。あ、僕のタオルだ。これ僕んだよ。おい、ちょっと来てみろよ。ならず見つけるだす。元気を出して発見の知らせを待つだす。もし一人でいる赤ちゃんを見つけたり、赤ちゃんのことで何かことがあるなら協力してほしいだす。そうだしね、なんか知ってるですか？誘拐ではないだすよ。チビタはその赤ちゃんに飲ませよう。もう愛情の注ぎ方なんとは母親の顔見に。誤解ざんす。お願いします、その子は私に。勝手なことばかり言うな。だっただし、どっちがママか赤ちゃんに決めてもらう。赤ちゃんが選んだ方が育てることにするだし。いいだすね、それで恨みっこなしだす。一緒に遊ぼうね。ほらほら、こっちだよこっちだよ。坊や坊や坊や、そうだ、そのままマッチングですよ。マッチングマッチング、おいでおいでおいで。坊やね、赤ん坊は本当の母親に育てられるのが一番いいんダンス。おでんはいかがですか？屋台ごと買い切ったダンス。チビタ、おでん食べて元気出せよ。みんなで食べようよ。どうする？うわ、言ってくれてんだから、さっきまでここにいたんだ。これでいいダンス。いた
桜好きの悪ガキに悩んでるお母様。桜咲いたら一年生一人でいけるかなと。わいわい、俺一年生、俺もうすぐ一年生だぞ。いたずらも少しは治る。なんだよ、またイヤミが死んだのか。1年生になれないの。いいよ、おフランス帰りの素敵なドクター。あまりの眩しさに自分でも目がくらむざんす。くらくらくらが、なんてことをしてる場合じゃないざんす。せっかくお掃除したのに燃えないゴミがやって。はい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 、こん中へ入るざんす。お願い。せっかく掃除したピカピカがゴミゴミになってしまって、血圧のミーがせっかく朝早起きしてお掃除したのに、のにのにのに。やめてちょ、やめてちょ、お願いだからやめてちょ。だったら言うこと聞いてよ。僕どうしてもいい子になりたいんだ。みーってば天才、みーってば天才。はい、これをかぶるだん。悪い子は良い子に、良い子は悪い子に、みるみる変わる不思議な星ダンス。ゴミよ、ほこりよ、不潔が大生まれば不潔が大。これなら大丈夫、いい子になれるぞ。ごめんくださりませ。油断させといて何かやろうって魂胆だろう。めめ、ごちゃ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 、みっともない。あ、いつも綺麗なおばさま。もうすぐ1年生だからいい子になろうと思ってるのに。なんて子たちなんでしょう。我が子ながらおばさまかな。おばさま、おでんがあるのよ。ごめんなさいな。あい、あ、なんだかおそ松たちに可愛い弟ができたみたい。いいのよ、どうせやりゃしないんだから。だよ俺。いいから遊んであげなさい。いじめたりしたら三尺抜け。部屋の中では帽子くらい。誰よな。よくもやってくれたな。俺の帽子返せよな。返してくださってどうもありがとう。お兄様、あ、兄様、何でも言うこと聞いちゃう。わけはねえだろ。おいこら、この帽子に秘密があったのか。ちびた、気が利くじゃん。お前本当にいい子になったんだな。はい、ちびたは心を入れ替えてこれからの迷い子よい子のに。どうするんだよ。お前にポンパルだ。風さん、ギャッツをあげよう。なんてことするんだよ。俺の帽子はどこだ、どこだ。わーい、今さら引っ込むってもおせんだよ。今日は猫かぶってたな。出たこいつ。待てよ、実はな。さあ面白い考えだ。立ち読みは立ち読みだ。俺の帽子を早くめっけろ、アンポンタン。おかしいのは息子の教育でいい。教育し直せ、うすらとんたち。おかめぶた。一応訪ねるだけじゃないですか。この危ねえもんはしまってください。ああ、このピストルおめんだろ。それ持って銀行行く道を聞く強盗がいますか。俺たちは銀行。まだ怖いよ。前に相棒呼ばわりされる覚えはない。なんなんだよこいつは。一体どうしたんだんしょうね。ん、来たざん。うわっ、突然とも。ボスとは押して忍ぶとか。デート行ってみよっか。ウィウィデート、ウィやい。おそ松、俺の帽子返せ。さいやい、どうすんだよ、どうしてくれるんだよ。大体あんなもんの力でいい子になろうなんて虫が良すぎない。バルガチみたいな6対1だぞ。助けてほしい。もうないくせにデートするなどとは10年早い。男はな、ごちゃごちゃと内緒話は。ということで貴様らも一緒にランニング町内ご実習。あ、帽子。1年生が、ダンス。はーい。本当にできるのかな。できたーや。おかしいダンスね。ご家庭で不要になりました家具などございましたら何でも買い取らせていただきます。はい、イヤミ、お客さんだよ。はい、ただいま行きますダンス。物は物ダンスからね、50円ぐらいなら引き取ってもいいダンスが。あー、嫌ならいいダンス。これでも出血サービスしてるダンス。あー、ちょっと古道具屋さん待って。いいわ、50
町会長のデカパンじいさんに売るダンス。割ったものってこんな椅子どこにでもあるよ。サイダンス、ナポレオンがクリスマス。そうだよ、武田信玄が遊びに行った時も座ったんだって。そうそう、後藤久美子ちゃんも中山美穂も座ったダンス。もうね、こんな掘り出し物はめったにないダンス。でも大サービス、5000円でいいダンス。買うダンス。人に喜んでもらえれば儲けなんていいダンス。安く買って高く売る、これが商売のコツダンスよ。これはどこ見ちゃかすらないっすが、安いもんです。はい、らっしゃいらっしゃいらっしゃい、奥さん。はい、らっしゃいらっしゃいらっしゃい。これなんてどうですか、掘り出し物ダンスよ。マドンナが七五三の時に履いた草履ダンス、どうですか。もうめったに手に入らない白物ダンス。おまわりさん、これ掘り出し物ダンスや。西部の無法者と言われたビリーダキッドが子供の頃。おいらは町のピストル撃ちよ。バズバババーやベン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 。あっ、ちんな俺様を騙したな。さあ、今回の大事な300円を返す。もっとスピード出してよ。はい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 、分かってるダンスよ。スピード違反で逮捕する。止まったら死刑になっちゃうダンスよ。どうしたって言うんだ、これ。あれあれ、カーブカーブ。おじいさん、おそ松くんちの隣が引っ越しだよ。なんかいらないもの安く買うダンス。それ目標まであと30メートルダンス。それ、いや、お隣さんが邪魔だからと置いていったんだ。うちだってこんなものもらって邪魔だわ。今ダンスって聞こえたダンス。あとのことを考えないで何でももらってくるからですよ。ダンスがございましたら買い取らせていただきます。うどん屋さん、これを買ってくれんか。こんなボロは買っても仕方がないダンス。ねえ、みーもそう思うダンスが。ダンスがあんまり汚いんでびっくりしたんだい。これはね、値打ち物の品物が書いてあるリストダンス。あのタンスは江戸時代の名人左源五郎が作ったものダンス。左源五郎のタンスは今何百万円もするダンス。いや、み、はい、右手と右足がどうの。はいはい、おうちさん、なんとかうまく騙してあのタンスを安く買うダンス。カツ丼2つ。そう、こんな高いもの食べちゃダメダンス。カツ丼2つ。あ、それから餃子1つ。何百万円儲かったら毎日おでんが食べられるね。あのタンスは本当はいくらするのか確かめるダンス。左源五郎の作ったタンスなら間違いない。専門はするだよ。サラリーマンキャピ満員電車が家族ちょうどお腹が空いてたの。いただきます。お祝いっていうかさ、古いタンスが売れたんだ。やっぱりいらなくなったからお金を返せって言いに来るんじゃ。このタンス、わしも早く見たいよ。もうすぐダンスよ。大嫌いも。そういうのは俺の取り柄だ。止まれ止まれ、いや、ストップダンス。うわ、ストップダウン。助けて助けてよ。うわうわ。ここまでしておいてあげれば古道具屋さんも感激、500円上乗せしてくれるかもしれんぞ。ちょいと隣町まで行ってたもんで、本当はあんまり欲しくないダンス。そうだよ、あのダンスだよ。運びやすいようにしておいてあげたよ。また掘り出し物に出会うかもしれないよ。今度はうまく。古道具屋さん、持ってってもらいたいものがある。なんてないズボンがあるのよ。ダンス。手先が器用なら壺だってプラモだって子供だって作るだ。もしかして1億ぐらい。1億後で返してくれって言っても返さないダンスよ。やったね。売る道具屋は辛い商売ダンス。お知らせがあるの。おそ松くんが死んじゃった。とどこが立派に主役を務めてみせます。だからおそ松、みんなもおそ松くんの冥福祈ってね。
ちり紙、温泉は水上。私の仕事は死んだ人間を素早く見つけ出し、さーって命の日が消えかかっているやつはいないかな。しっかりしろ、チョロマツ。チョロマツは僕だよ。あら、そうだっけ。元気だぜ、オゾマツ。わからないじゃ困るんです。一体何の病気なんですか。いやいや、この鼻の乾き方からすると狂犬病かもしれん。あと20センチ飛んでれば石にぶつかって死んだのに。すごい熱。オゾマツ、おお、死にそう。これまた結構死神。そう、オゾマツくんが早く死ねるようにお手伝いに来たに。なってたって今は天国に人手がいなくて困ってる。この磁気ネックレス代わりにもなる術をあげちゃう。これでどうするかわかる。うん、待って待って待って、みんなで野球やって遊ぶ。おしんならこれ片身にもらうか。死んでたまるか。皆様をあの世に送り続けて20。これはみんなの命の日なのよ。おそ松くんはもうすぐ消えるね。おそ松、どうして死んじゃったの。おそ松くん、幸せ薄かったあなたの分まで立派に生きてみせる。幸せになる。1分1秒を大切に生きていくのよ。おそ松くんのご冥福を心からお祈りいたしますわ。ダメダメ、最近はみんなやたらダラダラと生きちゃってしぶといのな。誰だ、取られた。おい、抜いたんだぞ。死なねえの。しぶといガキザンス、チビタは。チビタ、君のはひねくれてるね。いや、生まれつきザンス。このろうそくの色つやからいくと、あれはバナナだ。ああ、バナナだ。おそ松をここに連れてきたらなんとかしてやるよ。遅いな、医者まだか。うひょー、患者はここザンスか。早く見てください。はいザンス。あ、大変ザンス。みんな隣の部屋行ってちょ。さあ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 、早く。ミーがいいと言うまでこの襖開けちゃダメなんすよ。外へ出て裸になって新鮮な空気思いっきり吸い込むざん。デカパインだす、診察だす。ミーの寿命をバッチリ伸ばしてちょうよ。はい、腕を大きく広げて股を股に開いて背伸びの運動。なんだか人殺しのお手伝いしてるような気がするざんす。バババババ、バレてしまったざんす。派手にやられたね。あ、ミーは死にそうでちょ。ろうそく見せてちょ。ミーが死んだらもう手伝えないな。よかった。嫌味のやつめ。もっと殴っときゃよかった。へえ、これ僕の愛車よ。元気になったらもう用はないダンス。もう君の子分は。じゃ、おそ松のろうそくは。こりゃダメだ。さすがは医者、体に気をつけて。気晴らしに車をぶっ飛ばしてやる。引き殺せば給料上がったのに、ここはダメな死神だな。大変、救急車。あのね、救急車よりろうそくだよ。わあ、ろうそくがたくさんある。早くして。ギューどうした。あー、よかった、元気になった。マフィーリー、あんたたちにはもう二度と捕まらないダンスで。前より元気になったぞ、あいつ。いや、ミノだ。死神の手先め。なんてたって、おろしたての新品ろうそくざんすからね。だ、大変だ、知ってる。俺は知らねえ。一体、ミーはどうしたざんす。でも、消そうかな。丹波さん、ここは一体。ねえ、恨めしよ。まあいいや。じゃあ、早速行こうか。行こうってどこへ。あの世に決まってるでしょ。はいはい。